これはもうこの間もこうしてたらいいんだよね。はい。こっちで話す。そうですね。これで聞こえる？はい。あのマイク、5番のマイクで拾えるんですよ。これ今切ったでいいの？これはいいよね、今。今は大丈夫です。はい、5番ね。5番です。ちょっと音量上げていきましょう。はい、お写真失礼します。行きます。はい、チーズ、はい、ありがとうございます。YouTube 一度開始しておきます。これこことかに置いても大丈夫？大丈夫だよね。触らなければ大丈夫です。お、もう一回。もう間もなくです。うん。あれ？先生出ない。やばい。お、やばいやばい。よし、すみません。先生、よろしくお願いします。はい、ちょっとオープニングが始まって、今から始まりますんで、はい、ちょっと挨拶だけして一回コマーシャル入りますんで。はい、わかりました。お願いします。ちょっと2、3分お待ちください。はい。今オープニングが始まって数十秒したら挨拶して、それから先生ご紹介しますんで、はい、最初はちょっと沖縄のこととかコロナウイルスの話をしますので、はい、この声で大丈夫ですか？大丈夫です。マイクで拾ってますんで。はい。最初は先生の声が切ってますんで、僕が喋りますので、はい、はい、入ります。皆さんこんにちは。木曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ユアスペシャルの時間が始まります。この放送は沖縄 FM 宜野湾からお送りいたします。イエスキリストの愛をお伝えする神様の愛、聖書の言葉、本当に素晴らしい神様イエスキリストのことを共に、分かち合う番組ユアスペシャルです。ユアスペシャル、あなたは特別だと神様は私たちにおっしゃっています。聖書にこう書かれています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これは神様が私たち人間一人一人に向けて言われた言葉です。今私たちがどんな状態の中にあったとしても、苦しみの中、悩みの中、痛みの中、悲しみの中、本当に自分を自分で大事に思えない、そんな中にあっても神様は私たちを本当に心の底から愛してくださって、変わらぬ愛で愛してくださって、私たちを幸せにしたいと本当に願っておられます。そんな神様の素晴らしい約束、神様は絶対約束を守ります。その約束が聖書に書かれています。この聖書の言葉から取られました、いわスペシャル、または特別な存在です。さあ、この放送を担当いたします、沖縄ゴスペルファミリーチャーチの宮地ひかるです。私自身、まだ神様を信じて10年ちょっとなんですが、本当に、中年になってて44歳の時に人生のどん底、本当に薬物依存症のどん底で神様に出会い助けられました。そして今こうして神様の素晴らしさ、放送できる本当に感謝ですね。神様に従うと、この神様を信じると、イエスキリストを信じると人生が本当に一変しますね。素晴らしいものへと変えられます。これからの1時間生放送で FM ギロワンからお送りします。そして、あさって朝10時から FM コザでこの番組収録でお送りしますので、よろしくお願いいたします。さあ、今
まあ、生放送で7月16日ですが、コロナウイルスがだんだん日本でもまた、再び流行ってきたっていうかね、今日東京で感染者の方が300名近いですね、286名。それからこの間放送してから沖縄なんと基地の中でね、米軍基地の中で感染者がたくさん出て、で今日は、そちらで、仕事されている、あ、タクシーの運転手さんが感染されたということでね、まあ本当にちょっと沖縄は特別な状態ですけど、これから感染が広がらないように本当に祈るばかりですね。皆さんも本当に、引き続き注意してください。よろしくお願いします。さあ、今日は、ゲストをお呼びしております。先週お伝えしましたが、メトロワールドチャイルドジャパンの代表で、松山福音センター、主任牧師でいらっしゃる万田英治先生です。万田先生、こんにちは。こんにちは、万田です。はい、どうも。今これもまた、はい、Facebook のオンラインで話をさせていただいておりますが、どちらです？今、愛媛。今日は松山ですね。四国の松山です。はい、はい、でお送りしておりますので、一回コマーシャル入れてから、はい、メトロワールドチャイルドの活動について、アフリカの子どもたちの支援、世界の子どもたち、貧しい地域の子どもたちの支援について話していただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では一旦コマーシャル入ります。はい、先生ちょっとコマーシャル入りますんで、これが2分ですね。了解です。はい、少々お待ちください。よし、大丈夫ですね。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、これから東京とか行けるんですか？いや、一応行く予定にはしてますけど、まあ、今後の展開次第ですよね。東京はなんか増えてきましたね。ねえ、ちょっとね、不安になるような感じですよね。うん、いや、なんか若い人が多いから、なかなかね、もう我慢ができなくなったり来るとか、そういうのもありますよね。ねえ。ねえ、まあ、無症状の人が今回は多いから分かりにくいでしょうけどね。もう本当に、はい、沖縄はもう基地の中で今たくさん出てますので、はい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 、ちょっと特殊な状況ですけれども、うん、はい、あと40秒ほどで始まりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今プロフィールは先生の、メトロワールドチャイルドジャパン代表っていうことでよろしいですかね？結構ですよ。あ、じゃあそれでお伝えしますので、はい、はい、あと15秒ほどです。3秒で始まります。はい、ユアスペシャル始まりました。改めてご紹介いたします。メトロワールドチャイルドジャパン代表で、松山福音センターの主任牧師でいらっしゃる万田英治先生です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、感謝します。感謝します。先週もですね、お伝えいたしましたけれども、はい、ありがとうございます。はい、ニューヨークの、ビル・ウィルソン牧師が主催しています、はい、メトロワールドチャイルドという、はい、団体、まあ、クリスチャンの団体ですね。はい、はい、神様にイエス・キリストに従って世界中の貧しい子どもたちに、支援するという団体ですね。はい、ちょっと簡潔にビル先生 の、プロフィールと、そうですね、はい、
働きをちょっとご紹介できますか。はい、このメトロワールドチャイルドっていう団体の、まあ、創立者で今も、その代表を務めてらっしゃるのがニューヨークのビル・ウィルソン先生です。で、ビル先生自身が子供の時、まあ、本当に貧しくて13歳の時にはとうとう、もう母親にも捨てられると、街に出かけて行って道端で待つように言われてそのまま置き去りにされて、そんな辛い過去を背負ってらっしゃるビル先生でした。でもそんなどん底の中であっても彼と出会った一人のクリスチャンの男性とその出会いによって教会に導かれ、そこで命を与えてくださった神様の愛、救い主イエス・キリストの愛に出会って、本当に大変な人生だけれども人生をやり直せた。そして自分自身が本当に成長する中で自分と同じような境遇の子どもたちに神の愛を伝えることができるようにと彼は牧師の道を歩んでいくことになります。そして今から50年前にこのニューヨークのブルックリン、スラム街に単身乗り込んで、そこで教会学校、日中学校の働きをしながら子どもたちに神の愛を伝え、そして子どもたちの生活を支援し学校へと励まして送り出すということで子どもたちの将来未来を変えようと頑張ってきているわけですね。でその彼のビル先生の働きが今や世界中に広がっていて、世界でこのメトロの働きが動いています。そして特に世界中の生活が悲惨だと言われているそのスラム街で子どもたちに対する支援が起こっていて、昨年のクリスマスなどですともう25万人を超える子どもたちにそのプレゼントを与えて配って神の愛を伝えるというものすごく大きな働きに成長してきているわけです。そして私たちもこの日本でのメトロワールドチャイルドジャパンという働きを進めておりまして、日本から特に世界のそういう必要な子どもたちを支援しようという働きを、まあ、強力にバックアップしているわけなんですね。でそれで私もビル先生ともう20年ぐらいの付き合いになりますけれども一緒に働きを進めております。はい、まあ、世界中今主にあのメトロワールドチャイルドで支援している場所っていうのはニューヨークで始まって、はい、特に、はい、日本の私たちが支援しているのは、はい、アメリカこのニューヨークのスラム街、そしてフィリピンマニラのスラム街、そしてケニアのナクルという町のスラム街の子どもたちですね。ですからこの3カ国、アメリカとニューヨーク、ケニアに対する支援を私応援してます。はい、なんとビル先生はですね3年前私番組に出ていただいたんですね、マンダラン先生と一緒に。そうですね。いやーもうあの僕のちっちゃなあの軽音にあの足の長いビル先生乗せてですね、座ったら膝があの顔の前にありましたからあの本当に恐縮いたしましたけど、そうそうそう、あ若い頃思い出したよなんてあのボロい車まで、はい、あのニューヨークで活動してたんだよって言っておっしゃってたんですが、はいはい、それから、間もなく20万人の子どもたち支援することになりそうだっていうふうに3年前おっしゃってたんですが、そうですね、はい、今は25万人まで25万人まで今増えてますね。すごいですね。もちろん現地にはそれぞれメトロのスタッフたちがもう本当に、そこに住み込んで、はい、もうみんな献身的に子どもたちの生活に寄り添いながら頑張ってるわけですね。もう何百人もいらっしゃって、で中にはもうその支援を受けた子どもたちが大人になって、もうこの熱心なスタッフになってまた子どもたちを助けると、はい、そうですね。特にアメリカやフィリピンのマニラのスタッフたちの中には自分がそのメトロが毎週行っている教会学校、メトロのスタッフがやってきて自分たちのスラムでやってくれるその教会学校、日中学校に来ていて、自分が10年前はあるいは15年前はあのブルーシートに座ってたんだよっていう、うん、そういうあのスタッフもいっぱいいますね。はい、ですから自分たちのその生活とか生まれ育った場所が分かってますし、はい、本当にメトロを通して神の愛に出会ったことを喜んでるみたいなスタッフになっているので非常に有効なあの強力な働きになってます。はい、
さあそれであの毎年、まあ、こう中心になって働かれてるあのビル・ウィルソン先生が今の時期も世界中でスポンサーをこう求めて、はい、あの募集して世界ツアーを出られてるんですよね。はい、それが今年は毎年あの、はい、世界各国を講演会のツアーをして回られて、はい、そういう世界の子どもたちの現状を伝えられ、そして支援してくださる方々を募ってらっしゃるんですが、今回、まあ、とにかく皆さんもご存知のようにニューヨークっていうのはアメリカでの、新型コロナウイルス感染症のこの感染拡大の、はい、まあ、一番大きな深刻な場所でして、はい、で特にメトロの本部のある、まあ、ブルックリンはこのブルックリンやクイーンズっていうのは、コロナウイルスの感染拡大が一番ひどいところだったんですよね。ですからビル先生たちもそこからこう身動きができませんというか、まあ、実際にはその現地においては食料支援をアメリカの人たちに出して毎日行ってますし、医療者たちを励ますような働きを非常に活発にされているんですが、ビル先生自身が今世界中を旅をするということができなくなっているので、はい、今その世界の皆さんにこの世界中の子どもたちを支援する働きを必要を訴えかけて新しい支援者を募集するということができなくなっているわけです。はい、まあそれで、YouTube、Facebook 等でビル先生が直接、2分強のこのメッセージビデオを撮られて、はい、それを拝見しましたけども、そうですね、もう本当に、はい、世界で支援を待っている危険な状態に直面している子どもたちが、ケニアだけで4000名いると、はいはい、そうですね、今メトロの教会学校をして、で子どもたちの支援を拡大する、特に今年の1月2月からそのメトロの活動の地域を広げたんですね、はい、でそこでのどうしても支援が必要な子どもたちの数が今ざっと4000人ということでリストに上がってきていて、はい、特にまあスラム街ですから、まず生活が貧しくて食べるものにもことかくと毎日食べるものはないという子どもたちで、そして今回はそれに加えて水害が起こったんですね、はあ、この春先に洪水が起こってしまってですね、はい、だからそのスラム街が水に浸かる、そしてもう生活がめちゃくちゃになるっていう子どもたちが、うん、たくさん出てきちゃってるんですね、はい、ですからその4000人の子どもたちに対する支援っていうのはもう緊急でしなくちゃいけないなっていうことで、私たち日本にも連絡があって、はい、なんとか、まあ、世界中のみんなの愛と支援を合わせてそういう子どもたちを助けていくことができないかなって、まあ、考えて今行動しているところなんです。はい、まあ、子どもたちっていうのは家族がいない子たちだけではなくて、家族はいるんだけど、はい、家が貧しくて、本当に食べるか食べられないかっていうような状態の子どもたち、また、はい、学校に、働かなきゃいけなくて通えないとか、そういう子どもたちもたくさんいらっしゃるわけですね。そうなんです。はい、うちもケニアの現地に行っておりますけども、はい、確かに家族はいる、でも本当に家族の収入があまりにも少なすぎて、家族で一緒に暮らしてても一日食べるものがほとんどないとか、うん、子どもたちであっても家では何も食べさせてもらえてないっていう子どもたちも多いんですね。はい、でそういう子どもたちに対して、まあ、メトロの支援の中ではその子どもたちを支援できると、そのメトロのこの支援によってケニアの小学校にその子どもたちが通ってますけど、じゃあその小学校での給食をちゃんと食べさせてもらえると、はい、だからケニアでは給食もこれ有料なので、お金を払えないと給食も食べれないわけですね、はい、でもメトロの支援が行き届いた子どもたちは少なくともそのお家が貧しくてお家でご飯を食べれなくても学校に来ていさえすればメトロの支援があって、子どもたちにちゃんと給食食べれるように、1日に1回お腹満腹になってもらえるようにって、そんな支援をしてるんですね。はい、でそのことで、まあ、今回4000人、なんとか世界中のみんなの力をお借りしてそういう子どもたちを支援する、まあ、ネットワークができればいいなと心から願ってます。はい、これは時期は年内の、まあ、一応、まあ、1年これから半年、切りましたけども、年内になんとか4000人の人数を、実現できたらいいなと思ってます。はい、まあ大きな目標ですね。
はい、私も、はい、一人ね、女の子、ケニアの女の子、2年ぐらいですかね、スポンサー、支援させていただいたんですが、まあ、もうあのビル先生のメッセージを聞くとですね、いても立ってもいられなくなるというのは、はい、僕、直接教会で、はい、見て、聞いて、スポンサーに何年か前になったわけですけども、今回も、YouTube のビデオを聞いて、いても立ってもいられず、すぐ一人男の子を支援追加させていただきました。いや、もう ありがとうございます。恵まれるんですね、支援する側はね、はい、私もそれを何年かさせていただいて、実感しておりますが、ぜひ初めての方、また、支援されている方もできるならば、またできる範囲の中でですね、支援、はい、まあ、具体的には子どもたちに対する支援というのは1月は5000円分をご負担いただくということで、はい、毎月5000円の5000円、そしてまあそれを私たちが責任を持って現地のスタッフとして子どもたちの生活やそういう、学業やということに役立てるように、そして何よりもイエス・キリストの愛に触れることができて将来の夢希望を持つことができるようにって、この福音を伝えてますね。でそのために責任を持って用いさせていただいてます。で実際にはケニアだけではなくて、まあ、私たち日本の事務所としてはフィリピンの子どもたちも、またアメリカのスラム街の子どもたちも、まあ、ご支援、させていただいていますので、もし皆さんからのご要望がありまして、そういう、ケニアあるいはフィリピン、アメリカの子どもたち、何か国の希望もありましたらご連絡いただければご相談に乗らせていただいて、皆さんが支援したい、このご要望での男の子、女の子、あるいは年齢など本当に、指定していただいて、そういう子どもたちをまだ支援できていない子どもたちのリストの中からお探ししてご紹介するということになっています。はい、チャイルドスポンサーの支援、まあ、1人につき毎月5000円ですけども、はい、それ以外にも、まあ、スタッフたちに対する献金ですとか、あと子どもたちに対するプレゼントとか、はい、まあ、各種支援のことが、それぞれありますので、ぜひ後でね、ご連絡先、メトロワールドチャイルドジャパンの連絡先と、またあるいはGoogle とかでですね検索していただければ、そうですね、出ますので、はい、後で、ホームページや Facebook でご紹介しておりますので、はい、例えば子どもたちのためのその学用品を支援するとか、はい、あるいは現地で本当に献身的に頑張ってくれているスタッフたちを応援していただけるとか、はい、そういういろんな形の支援が可能ですので、ぜひ、まあ、リスナーの皆さんにはちょっとそのご支援いただく可能性を考えていただければ本当にありがたいなって思ってます。はい、じゃあそれは私の方で後で、説明して、はい、ご紹介しますけど、先生本当にお忙しい中ありがとうございました。先生、いえ、はい、なんと先生これから、ま、松山で、コロナの事態が収束しましたら、はい、私も沖縄に、あ、そうですね、毎年大体毎年ビル先生も来られてて、その中でね、ラジオ出ていただいてたんで、はい、また本当にコロナウイルスがですね、ある程度こう、はい、収束して目処がついたら、またいつも通り活動ができたらいいなと思うんで、そうですね、はい、またユーアスペシャルのスタジオにも飛び込ませていただきたいなと思ってますので、まあこういう機会にこのリモートオンラインでもうしても全然問題ないと思って、はい、離れて直接来ていただいてないんですが、出ていただいて本当にありがとうございます。先生ありがとうございます、はい、しかも先生これから、7時半から礼拝メッセージある中で、そうですね、はい、急遽出ていただいて本当に感謝します。いや本当にありがとうございます、はい、先生ありがとうございます。皆様また必ずお会いしますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では失礼いたします。ありがとうございます。はい、感謝いたします。では、1曲聴いてくださいね。これはエイジャーさんですね。曲名は命ある限り聞いてください。先生ありがとうございました。ありがとうございました、はい、失礼いたします。はい、またよろしくお願いします、はい、連絡します、はい、感謝します。
はい、今スペシャルをお送りしております。さあ、フェイスブックのオンラインでね、ゲスト、四国の愛媛松山から、万代、先生お話を聞きました。メトロワールドチャイルド、ニューヨークにホームがあって、その支部としてメトロワールドチャイルドジャパンの代表されている万代先生の話を聞きました。ビル・ウィルソン先生、ニューヨークのスラム街で教会を作って、今25万人の子どもたちを支援しているっていう、ね、教会がそこに招き、またその子どもたちを世界中で支援している。25万人ですよ。どれだけの数、沖縄の人口の5分の1、6分の1より多いですね。すごいですね。その子どもたちを、本当に支援してて、もともとは12歳13歳の時にお母さんに道端に捨てられて、3日間飲まず食わずで、もう本当にね、心細い、何にも頼ることができない絶望の中にあったと思いますが、そこで教会の一人の信徒さん、クリスチャンの方に声をかけられて、日曜がこちらで、ね、あのキャンプですね、教会のキャンプに行かないかって、そのお金をその方が出してくださって、キャンプに行って、その日にイエス・キリストを信じた、それがきっかけ、そして牧師になり、今の働きをされている。もうすごいですからね、くじけませんからね、もうどんなことがあっても、銃で撃たれても、ナイフで刺されても、飛行機が墜落してもくじけず、今70歳ちょっとだと思うんですが、すごい活動されてますね。連絡先ですね、メトロワールドチャイルド、先ほど今チャイルドスポンサー、子どもたちの支援の、もありますし、献金を通してスタッフたちを助ける献金もありますし、また、プレゼント、子どもたちへのプレゼントの支援とかもありますので、連絡先申し上げますね。電話番号、メトロワールドチャイルドジャパン日本事務所ですね、電話番号が東京03-3561-0174、03-3561-0174、はい、ファックスが089-925-1501、089-925-1501、これがファックスですね。そしてメール、英語で、ローマ字でメトロジャパン、 METRO ですね、メトロジャパン @mission.or.jp、 メトロジャパン @mission.or.jp、あるいはですね、もう本当に Google、Google で検索してみてください。メトロワールドチャイルド、メトロワールドだとちょっとね違うのが出ちゃうんで、メトロワールドチャイルド、メトロワールドチャイルドで検索していただければ、日本事務所のホームページが出ますので、そちらを開けていただければ、各種の活動、そして今回のコロナウイルス騒動後、本当に今支援を求めている数千人の子どもたちがケニアにいるんだということを、ビル先生が2分強のメッセージをされていますね。そちらもご覧いただけますし、あるいはビル・ウィルソン先生ご自身のですねプロフィールもっと知りたいということは、ビル・ウィルソン、で平もうカタカナでビル・ウィルソン、ひらがなでもいいですよ、ビル・ウィルソンと打って、ググっていただければ、ビル・ウィルソン先生のプロフィールも出ますし、そして YouTube の動画とかもね出ますんで、YouTube で検索し、ビル・ウィルソンで、検索していただいて結構ですし、で素晴らしいメッセージ、本当にね熱意にあふれた、自分の 子供の時の体験を通してね、今苦しんでる昔の自分を助けたいんだっていう熱意ですね、本当にキリストの愛を受けて、助かったビル先生が、今度は本当にキリストの愛で、世界中の子どもたち、私地域の子どもたちに、
けたい、支援したいっていう、メトロワールドチャイルドの、活動ですね。ぜひ、チャイルドスポンサーになっていただけたりですし、そして各種の支援、ぜひ、ご覧になってね、参加してみてください。私たち自身がね、助ける方が、手助けした方が恵まれるっていうことですね。はい、聖書でねこう書いてありますね。使徒の働き、使徒行伝ですね。私使徒行伝って言いましたね。今でも言う言い方がありますけど、使徒の働き20章34節から35節にこう書いてありますね。使徒の働き20章34、35に、あなた、これはパウロ、伝道者パウロが言った言葉ですね。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにして、このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。イエス・キリストは言いましたね、言われましたね。受けるよりも与える方が幸いであるですね。本当に貧しい方々、困っている人たちに自分たちができる支援、もう本当にね、まあ、これはチャイルドスポンサーだったら月々5000円という支援ですけれども、そのことによって与える方が、支援した方が幸いである、幸福になる、恵みを受けます。私経験してますね。本当に素晴らしい恵みを受けますので、ぜひこの機会に、参加してみてください。素晴らしいことが起こりますよ。小さな種をまくとそれが大きな木に育ちますね。本当に信じられないような、恵みの木が育ちます。どうぞ本当に小さな一歩から、はい、参加してみてください。それではよく聞いてください。聖歌ですね。悩む人のために
はい、聖歌で悩む人のために見ていただきました。はい、先週と今週に続いてレトロワールドチャイルドの活動についてお伝えしましたけども、本当にこのコロナウイルス、わずかですね、まだ1年経たないですよ、半年ちょっとっていうかですね、まあ中国でそのコロナウイルスが増えて、それで日本とかでちょっと危機を持ち出したのって、また今年に入ってからですよね。1月とかの時にはね、まだなんかいやいや大したことないからみたいなことだったんですよね。わずか半年でもう世界も世界観も変わってしまいましたね。こんなことが起こるんですよね。はい、で、日本はまあ、多くの方も感染して亡くなったんですけど、この意外にこの、まあ、うまく抑えられたということがあるんだけれども、また増え始めましたね。うん、まあ夜の街関連とかね、まあ、特にまた今若い人たち、20代30代40代の方たち、元気な方たちがですね、感染者がすごく増えているということでね、まあ夜の街関連とかっていうね、言い方、まあ言い方はともかくとして、自分もクリスチャンになる前は夜の街関連の人間ですからね。私はもうアルコール依存症、もちろん薬物依存症ってね、もう本当に、ネオン街に生きてたみたいな人だったんですけども、昔だったらもう意地になってね、で新宿、今はねものすごく感染者のことで有名になってますけど、私新宿で20年以上お酒飲んでたんですね。沖縄に逃げてくる前までね、13年ほど前に沖縄に逃げてきましたけど、どうしようもなくなってね、その前はもうずっと新宿で20年以上飲んでました。だからあのまま行ったら、十何年前に東京にいたら、私コロナの前にもうおかしくなって死んでたと思いますけど、もしね飲んでる状態でクリスチャンになる前でお酒とか薬とか止まる、やめる前にのコロナウイルス来てたら、真っ先に飲みに行って、感染してたような人ですね。本当に自分は意地になってね、そういう時に限って意地になって飲みに行ったりするような人間でしたから、自分のね知り合いで元ねキャバクラのねナンバーワンのね女性を知ってるんですけど、その人はもうお酒飲みすぎてちょっとね障害を負っちゃったんですけどね、自分も依存症になって、もう全部家族も何も壊して、本当に沖縄に逃げてくるってね、ほとんどのものを失って、今まあそして神様に出会ってお酒が止まってこうなってましたけど、その友達のね女性なんかもね、本当に障害を負って大変な目に遭ったけれども、おかげでね今のコロナ騒動の中で助かっているっていうね、これは感謝ですね。特にですね思うんですけども、このキリスト者、クリシャンが聖書から学ぶ生き方っていうのが、本当にこの今のようなパンデミックとか言いますけども、このコロナウイルス騒動の中でね、本当に強い生き方ですね。負けない生き方になりますね。今本当にね、若い人が我慢しきれずにね、自粛できないわけですね。もう遊びたい、羽目を外したい、もっと自由に恋愛したいっていうようなね、女性との付き合い、まあ女性っていうか異性との付き合いとかね、友達関係の中で羽目を外したいとか、お酒飲みたいとか、そういうことがもう今若い人たちの感染に相当影響してるんじゃないかと思うんですけども、
このね、キリストを聖書を通して、イエス・キリストの教えを通してね、私たちが学ぶ生き方っていうのは、本当にそういうものにね、負けない、教えがありますね。いやもう本当にですね、ぜひね、イエス・キリストの教えを知ってほしいですね。まあ、ぶっちゃけで言うとね、私なんかもう本当にイエスさんを知る前はね、クリスチャンになる前はね、もうめちゃくちゃな、はめ外しまくり、むちゃくちゃ異性かなんかもうちょっとラジオで言えないような人間だったんですけど、クリスチャンになりたての頃ね、十数年前にね、教会でね、牧師に新しく恋愛するときは結婚するまで手を握るだけにしなさいって言われたときには、もうのけぞって、もう後ろにのけぞって倒れそうになりましたけどね、はっはっみたいな、結婚するまで手を握るだけってどういうあれとか思いましたけども、考えられんわって思ったけども、まあそれぞれのね、教会でまあいろんな考えあると思いますけど、結婚するまでそういうことですよ、基本ね、ぶっちゃけ手を握るだけ吐くぐらいはどんなのみたいな感じで自分は思いましたけども、だからね、このコロナ騒動の中ですよ、そういうですよ、強い生き方というものがですね、もし実践できるならば、はい、そしてお酒に対してみんな自制する、ハメを外した飲み方しない、聖書にありますね、酒に酔ってはいけません、ね、酔っ払うまで、酩酊するまで飲んじゃいけないって言うんですね、お酒を飲むなってことじゃなくて、酩酊するまでね、ベロンベロンになるまで飲むなって書いてあるんですね、酒に酔ってはいけません、酔うと酔うだけじゃなくて、そこから本当に悪い考えが入ってきて放蕩するようになる、間違った生き方をするようになるっていうね、お酒だけでは済まなくなりますよ、まさに私が体験したことですけども、本当に今はね、おかげでお酒も飲めなくなりましたし、もちろん薬もやれない体になっちゃいましたから、はい、もう今はね、本当に気をつけてますけど、このイエス・キリストの教え、聖書の教えに沿っていれば、コロナウイルスから守られるってことですね、もう何千年も前からね、こういうことに負けない、打ち勝つようなね、神様の教えですね、神様素晴らしいですね、ぜひイエス・キリストのことをね、知っていただきたいと思います。さあ、では、3曲目聴いてください。これは長澤孝美さんの歌で、カバーは、韓国のゴスペルシンガーが、カバーしたものですね、J1 ワーシップから詩は良いこと、聞いてください。
と憐れみの冠を持って私の衣装を手話良いお方聞いていただきました、まあ、メトロワールドチャイルドの、活動万代、先生をいい話を聞きましたけれども、アフリカの子どもたち、まあ、助けを求める、子どもたち貧しくそして危険な状態に直面してますね。コロナウイルスがありコズがあり、そしてイナゴの大発生というのがありますね。とにかく本当に大変な中で子どもたちの支援を求めて年内を、目標に4000人の子どもたちに、支援をしたい、スポンサーシップ、チャイルドスポンサーというのを求めて、いらっしゃいますね。本当にぜひ、皆さんもこの参加、この活動に参加していただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ、まもなくエンディングの時間ですね。ですね、まあ、コロナウイルスのこのことがね、この半年の間にいろいろあっても世界観が変わりましたね。しかしその中でイエス・キリストの教えは不変ですね。この、生き方、そしてこのような困難の中でどういう生き方をすればいいか、こういう生き方をしなさいっていうことを道をね明確に示してくださいますね。そして、先ほども聖書を読みましたけども、受け取るよりも与える方が幸いだ。貧しい子どもたちの支援で、ケニアの子どもたちの支援、そのことをするということが、時の恵みを受ける幸せになる条件なんだということをね、明確にイエス・キリストはね、教えてますね。ぜひイエス・キリストの素晴らしい、愛そして教えを知っていただきたいと思います。さあ、マザー・テレサの、言葉をご紹介して番組、終わりますけど、マザー・テレサの日々の言葉より、お読みします。これは昨日の日付ですが、7月15日、愛と思いやりを必要としている人々にもたらし、それを分かち合いましょう。彼らは憐れみや同情を必要としているのではありません。それどころかあなた方を豊かにしてくれるのです。シスターも私たちもこの貧しい人々から受けてきた愛で豊かにされました。私たちにとって彼らが誰でどういう人たちかということには何の区別もありません。彼らは皆兄弟姉妹です。私たちは皆家族の一員です。私たちは皆同じ愛の御手によって作られた神の子供なのですから。はい、イエス・キリストは今ラジオを聞いていらっしゃるあなたを愛していらっしゃいます。だからイエスは十字架にかかりました。そして3日後に死を打ち破ってよみがえりました。イエスの十字架は
あなたへの神の愛の証です。その出来事が自分のためだったと信じるなら、あなたの人生は新しくなります。この世界を作られた神はあなたを愛しておられます。そしてイエス・キリストを通してあなたを幸せにしたいと願っておられます。それはあなたを愛してやまないイエス・キリストがあなたと共に歩んでくれる人生です。神は愛です。どうかイエスの十字架を知ってください。そしてイエスの愛を受け入れてください。さあ、このコロナウイルスの時、困難がいっぱいありますけれども、どうかこの沖縄を本当に守ってください。そして日本を守り、この世界をこのコロナウイルスから救い、私たちがこの困難の中でどのように生きるべきか、イエス様、私たちにあなたの愛とそして道を教えてくださいますように。そしてラジオを聞いてある方々に、この1週間素晴らしいあなたの愛とあなたの教え、そして恵み、幸福、奇跡が与えられますようにお祈りいたします。このお祈りを愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。 God bless you。ご覧の皆さん、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。神様の素晴らしい祝福がありますように。 God bless you。 ヤホさん、ありがとうございます。また来週ぜひ聞いてください。よし、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。大丈夫でした。あ、よかった、ありがとうこれ使えるね。そうですねもうこれから万内使おう。僕の裏技です。ありがとう、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。